30年ぶりに会って、ひと言、なんとかスポンサーしてくれますはいよ。2ページだったんですか。もともと山路ってなくなったね、はい、竹槍山路の時からスポンサーを一緒にやってまして、その関係がずっと末永く続いてる、はい、けど全然違う。それで GT やめちゃったからね。じゃあ今ね、世界中でそのドリフトっていうのが日本だけだったものがね、もう世界中で流行ってるっていうところが、これはもう我々からすればその海外にも出展してるので、そういう意味ではそういうのを若者たちが人気のあるスポーツに対してどういうふうに投資していくかっていう部分も今回、そういう意味では昔から付き合いのある海女さんに場所は投資した。ありがとうございます。いやいや、今年は大丈夫ですよね。